よう、十郎、帰ろうぜ。なんだよ、おっかない顔して。またおかしな夢でも見たか？やめろよ。君は僕にしか見えてないんだろう。覚えてる。君は僕の中にいる。あの時神社でロボットから僕に取り付いた。俺を怨霊みたいに言うなよ。他に逃げ場がなかったんだ。そうじゃなきゃそんな不自由なとこに入らねえよ。君は僕記憶を失う前に戻そうとしてるんじゃない？別の誰かの記憶を植え付けてる。別の誰かじゃない、十郎の記憶さ。君の記憶なのか、僕とは別の泉十郎。年齢はお前より3倍も上のな。やっぱり騒がれると少々面倒だ。うまく記憶を消せるかどうかもう一度試してみるか。森村先生、森村千尋。そうだ、夢で見たあの人は先生。あ、クラベ君、どうしたの？顔色が悪いわ。僕は本当は泉十郎。そうでしょう、今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。すみれ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。何の話か分からないわ。先生は知ってるの？芝君は泉十郎は僕の中に。おしゃべりなやつだな。台無しにする気か？黙らせた方が良さそうだ。クラベ君、クラベ君。夢の中の森村千尋が先生なら沖野司も存在している。彼をどこかで見た。そうだ、自販機前にいたあの子は沖野司にそっくりだった。君、ちょっといいかな。夢に出て、君は沖野司くんだろ？違うよ。声まで一緒だ。泉十郎と UFO にいた沖野くんだ。わけがわからないな。相手にしてる暇はない。失礼するよ。待って、 UFO の時だけじゃない、もっと君とは合ってる。そうだ、合ってる。あれは確か。この人があの事件の犯人ですか？四季島の施設を爆破し多くの死傷者を出した凶悪犯だよ。捕らえはしたが素性も不明なら供述も支離滅裂だ。そこで君にわざわざ来てもらったわけだ。私は担当官の大西、捜査協力に感謝する。沖野司君。司君、その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね？いいえ、見たこともありません。問題ない。君の生体反応も
正直な発言と示している。どうして僕が？自白剤を使用したその男の供述の中で何度も君の名と森村千尋という女学生の名が出てきた。森村千尋だ。知り合いかね？いいえ。彼女にも捜査協力を要請するが、現在国外で来週の帰国を待たねばならん。足を運んでもらって悪かったね。何かあればまた来てもらうかもしれない。はい。出たまえ。表示に従って別室へ。心配はいらない。犯人は動けない。泉十郎君、その男をよく見てくれたまえ。知っている男かね？知るわけがないでしょ。爆破テロの犯人なんでしょ。その男と君の DNA データだが、驚くことに完全に一致している。え？君たちのどちらかがクローンである可能性で調査中だ。バカな、彼は何て言ってるんです？その男の供述では未来から来た君なんだそうだ。犯行の動機は怪獣の出現を阻止するためだそうだ。怪獣？ちょっとすまない。なんだ、取り調べ中だぞ。何？避難勧告？ニュースだと？起きたようだ。ちょうどいい、あと少しだ。これはなんだ。これ、興奮するなよ。血圧が上がるとノイズが増える。大きいの司、思い出した、突然殴られたんだ。悪かったな。こうでもしないとこんな怪しげな場所にはついてこないだろ。そうだ、落ち着いてろ。君は沖野つかさ。夢では助からなかったはずの。君がまともでないのは知っていたが、その夢の話というのはおかしい。天意で周回している泉十郎は一人だけだからね。調べてよかったよ、十郎の中に逃げ込んでいたとはな。君は彼を知っているの？今は426と呼ばれる意識だけの存在だ。君に注入されたナノマシンのシステム領域に寄生している。本人に聞く方が早いだろう。しばく、こいつか。聞いていた話と印象が違うな。騙されるな、姿はいくらでも変えられる。彼が見えてる。彼は今僕の制御下にある。もう何もできやしない。まいったな、十郎がどんくさいからだぞ。そんな姿に化けてまで何をしていた？僕の人格を乗っ取るつもりなんだ。誤解があるようだな。そうしようとしたのは森村千尋だよ。森村先生、保存された俺の記憶をお前に移していた。人格も似せるつもりだったんだろうが、反対した比べ玉尾が別の人格を作った。それが今のお前だ。だって君がビデオで記憶を。記憶と模擬人格が合ってないから人格が破綻しそうだったからな。記憶を客観的なものに変えてどんくさいお前を助けてやってたんだ。どうも信用できないな。なぜ助けるの？森村の思惑がうまくいっても俺がもう一人できるだけだし、ぶっ壊れたお前の面倒なんて見れねえ。俺が勝手に利用されるのはもうゴリゴリだ。426、幸か不幸か、彼女は騎兵計画を諦めて比べ十郎にも今は興味がない。騎兵以外に助かる方法はないよ。それだけでは無理だ。まるで自分には解決方法があるような言い方だな。ある。生き残るため有効な手段が。聞きたいか？俺たちが円盤と呼ぶあのシステムを作ったのは2188年の沖野司。2188年、今の君からは想像もできないが、彼は非常に不真面目な技術者で、環境管理システムを作る際
一部に他のシステムを使い回して作った。怪獣を呼び出す D コードは本来なら起動することのないその一部にアクセスしている。使い回したシステムというのは、この時代にはすでに時代遅れの怪獣ダイモスのシミュレーションゲームさ。ダイモスゲーム？怪獣ゲームが自動工場を動かして機械の怪獣を準備したというのか。あいつらがダイモスの名で登録されてるのはそのためさ。必ず負けるゲームをやらされてたんだ。だけど一部のアクセスでなくシステム全体を解放すれば何が起こると思う？ゲームルールで戦えるようになるのさ。おそらく敵の破壊と連動してメタ的な褒美が現れるはずだ。特典だよ。自動工場はその特典で騎兵を強化させる。特典？メタチップとでも呼ぶかな。やはり信じられない。ま、別に今更だ。お前らの手伝いがなくても問題ない。これは全くの無駄話さ。その話の証拠はあるのか？ああ、記録があったんだが消えちまった。人類最後のコロニーをゲームで管理する気か？それだよ、ひじやま。あの記録を見たんだな。ひじやまくん？あれは何の記録なんだ？衛星軌道上のアイドルを助け出せばわかるぜ。そろそろ俺はおいとまする時間だ。何？大丈夫だ、心配するな。彼は何もできやしない。こういう手合いはきっとすでに何か仕組んでいる。妙に鋭いとこあるよな、ひじやま。起きろ！ごめんね。あんたはゼロ。よかった、間に合った。俺の時間稼ぎのおかげだろ。とろくさいんだよお前は。言われた通りやってるでしょ、口の悪い猫ね。猫。重郎の記憶は消さなくていいぞ。でもどういうこと？行こう。安心しろ、お前らの記憶も消さないよ。彼女か奴の協力者か。エアロックを開けろ、ピジャマ。聞こえるか？開けてくれ。聞こえないのか？聞こえているよ、ヤキシジ。 B2 エアロックを開けてくれ、ピジャマ。悪いが、それはできない。分かっているはずだ。俺たちは感染していない。そのスーツのバイタル測定で反応が出てる。残念だよ、ヤクシジ。俺は感染してるかもしれないが、娘は違う。調べてみろ。その子にはまだ汚染の反応は見られない。娘だけでも中に入れてくれ。だが潜伏期の可能性が高い。娘を助けてくれ。危険は犯せない。同じ隊で苦楽を共にした仲間だろ。頼む、ピジャマ。分かってくれ、ヤクシジ。ヒジヤマ、扉の操作をこっちによこせ。泉さんさ、泉さん、あなたはそういうだろうと思って扉をこちらでロックしたんだ。このコロニーを汚染させるわけにはいかない。勘違いするな、俺が出るんだ。シャトルを出して娘を受け取る。24時間経って汚染が確認されたらコロニーには戻らない。そんなこと認められません。命令だ、ひじやま。悪いな、薬師寺。お前は娘を置いて乗ってきたボットに戻ってもらう。それでいいか？あなたに託せるなら娘を、恵みを頼みます。俺が必ず守る。どんなことがあっても俺が必ず。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。
記憶なんだ。ああ記録自体は消えちまったが、記録の内容は覚えてる。俺の記憶がありゃ説明はいらねえだろ。君はこれでいいのか。よかねえよ、あとは祈るだけなんて。でも君は僕に託した。ふぬけにされたとはいえ俺と同じ重労だしな。これもまあやむなしだ。冬坂一人じゃ手に負えねえぞ。行けよ重労。君はどうなるの。騎兵を動かすのにお前のナノマシンが使われれば俺の処理領域がなくなる。戦い始めりゃお前に何も言えねえが、俺の記憶があるだろ。するべきことはわかるはずだ。お前で何とかしろ。そうだね、やってみる。じゃあ行くよ。ああ気合い入れろ重労。ゲームオーバーでも交代はなしだ。13番機起動。食べさせたい。サバ焼いて里芋も煮ちゃお。よし、できたった。うまそうな匂いがする、うん、起きた。お夕飯よ。僕は泉中郎。もしかして私は前です。君は知っているのか。この夢が彼の記憶だって教えてくれ。知ってるんだろ、教えてくれ。まだ記憶が戻ったわけじゃない。尻尾の治療は順調ということなんだろうか。あなたはクラベ重労。どうして。そうとしか言えない。玉尾さんとの約束なの。ばあちゃんと。それ以上聞かないで。私ここにいられなくなる。なんだよ重労。存じてます。何を急に。彼のそばにいたいのですね。それはもちろん。じゃあそうなさい。手配しましょう。え、ただし条件が2つあります。1つは彼をクラベ重労として扱うこと。未来でのことも彼自身のことも教えてはなりません。なぜ。
彼が安全か確かめたいのです。クラベ重郎として接することができますか？それは。もう一つは、彼が自分のことを泉重郎だと言い始めたら教えてほしいのです。どうして？だって彼は泉重郎だとしたら危険だから。とても。理由は知らなくてもいい。その二つを守ってくれるならあなたは彼と一緒に住めます。うん。どうしますか？わかったわ。よかった。はい、一緒に住む権利の証書です。賃貸契約書。森村さんには伝えておきます。すぐに行ってあげて。あ、ありがとう。あなたは誰にも見えてないの。あ、重郎。あら、森村先生。あれから比べ家で暮らしているのね。彼に何か変化はあった？彼は自分を泉重郎だと言い出したりしていない？どうしてそんなこと。何か思い当たる節があるようね。まさか知っているんですか？先生。クラベ君、どうしたの？顔色が悪いわ。僕は本当は泉重郎。そうでしょう。今の僕はあなたが作った。急に何の話？分かったんだ。ずっと夢に出てきた彼女、あれは冬坂さんじゃない。スミレ橋にいたのはあなただ、森村千尋先生。な、何の話かわからないわ。先生は知ってるの？クラベ君。重郎、今のはどういう意味？さあ、わからないわ。おい、こんなところで話しかけたりして周りに見られるんじゃないの？緊急事態だ。重郎が連れ去られる。あいつ自分からまずいのに近づきやがった。まずいのって？魔法を利用しようとしてる奴らだ。一度言ったろ、日頃も町の廃工場、重郎の記憶がいじられる。もう一度あそこへ行け。そして重郎を救い出せ。くっそ、距離が離れすぎだ。消えた。いや、今は重郎が。すぐに行くわ、重郎。起きろ。重郎、こっちよ。待ってくれ。君は彼の仲間なのか？尻尾を知ってるの？尻尾。大丈夫、彼があなたを治してくれる。うん、夢で少しずつ思い出してるでしょ、私のことも。そうじゃないんだ。全部分かったんだ。これは僕の頭にあるのは君の思う人とは違う人の記憶だ。え、そんなはずは。なんでそんな。君に関して夢で見たのは君を、その撃ち殺した記憶だけだ。僕がまた君を傷つけてしまわないかとずっと怖かった。だって僕は
君が。あなたは誰？もうあなたにはあの人がどこにも残っていないの。そんな、富まで裏切ったのに騙されてたなんて。私バカだ。薬師寺、あいつ何が契約よ。待て、どうしたの？一人？そうだけど、あなたも一人なの？迎えが来るの、それまでお話ししていいかしら。こんな子を一人で待たせるなんて。分かったわ。お迎えが来るまでお姉さんが一緒にいてあげる。お友達はいないの？ここにはいないけど、学校にいるよ。いいえ、そうじゃなくて、Dコードの更新を指示したお友達。あら、どうしたの？怯えた子猫みたい。待ちなさい。あなたは一体誰が D コードの更新を指示したの？ D コード、ダイモスコードのことね。そうよ、あなたじゃないのは分かってる。命令している犯人を教えて。猫よ。ん？尻尾の先が白い黒猫。捕まえたのですね。ゴート、レイヤ。遅いわよ、ゴート君。君は私に何をしたのか分かっているのかい？魔法使いの力を封じた。怪獣との戦いのためだそうよ。魔法使いに猫。面白い表現ね。君はもう少し分別があると思っていたが。あなたが打ち込んだのは彼らの体のナノマシンにコードを追加するナノマシンよ。あの怪獣たちの制御を拡張するコードだ。奴らがどれほど強化されるかは予測もつかない。嘘よ。君を操っている黒幕は D コードへのアクセスを掌握する気のようだ。そうなれば自動工場の騎兵ドックも制圧される。我々に抵抗する手立てがなくなる。猫の犯人に心当たりは？いいえ。困ったわね。こうなることも織り込み済みで、足がつかないようこの子を利用してる。だがその周到さが逆に奴だと証明している。誰？君は知らない。未来から来た犯罪者だよ。犯罪者？最初から全て嘘だった。許せない、許せないわ。戻ったか。何もかも嘘だったのね。随分お怒りのようだな。だが嘘はついていない。あなたは猫なんかじゃない。最初からそう言ってるだろ。あなたは未来から来た犯罪者でしょ。古代文明も呪いもでっち上げ、裏で私を笑っていたの。嘘なものか。あれは古代文明だ。ここは20世紀に見えているが違うぞ。本当の人類は22世紀を最後に滅んだ。今は人類の最後から数千万年が経ってる。お前にとっては22世紀は古代文明だ。ここが本当の世界じゃない。またそういう。こんなもので友達を撃たせて。あなたは怪獣と騎兵を支配した。目的は人類滅亡。説明しただろ、ゲームだよ。そのための準備だ。私たちの命をもてあそぶゲーム。俺の思う通りにことが運ぶならお前たちをここから追い出せる。
きなり撃ってくるとは。危ない女になったもんだ。それも俺のせいか。重郎の記憶は誰の記憶？ああ、それか。俺の記憶だ。俺のせいじゃないぜ。そんな言い訳を信じるとでも？だろうね。重郎も利用する気だったのね。そんなつもりはないさ。だが結果はそうなったな。もうあいつを治すのは諦めろ。言い忘れていたが、お前が最後の魔法使いだ。だがお前だけは免除でもいい。私が？どこへ？いきなり自分を撃つとは。そこまで思い詰めていたのか。だが気に病むな。戦わないなら奴らに滅ぼされる。お前は必要な働きをしたんだ。あいつの記憶に関しては悪かった。想定外の問題も起こってて。だがお前には関係ないな。見苦しい言い訳だ。戻してやるなんて豪語しておいて騙した形にはなったが、これでも手は尽くした。悪気はないんだ。いや、ほんの少しあったかな。あいつを俺の世界と同じ重郎に変えたい。あいつの恋心さえ操作したい。親が子に押し付けるような欲がないわけじゃなかった。お前の思いに戸惑ったのかもしれん。俺も人間を捨てきれなかったわけだ。信じないだろうが、俺はお前が好きだ。薬師寺めぐみ、お前といた日々は思いのほか楽しかった。生意気な娘と過ごす休日のような奇妙な感覚。俺にはいい思い出が残ったよ。あとはお前たち次第だ。俺のやるべき準備は全て済んだ。お前との契約を果たせなかった俺はこれで退場する。お前と俺の計画がうまくいったら重郎と二人で生きろ。じゃあな。薬師寺重郎。何があったの？痛っ。それお腹を撃ったの？その銃で。逃げないで、僕の話を聞いてほしい。あれから夢を思い返してみたんだ。もうそんなの。僕は騎兵に乗る夢を何度も見ている。騎兵で戦う夢だ。苦痛の中で怪獣を次々と倒していく。鬼神のように戦っていた。ウワン破損、被害甚大。搭乗者は操縦を終了せよ。まだ左腕が残ってる。生命維持に異常発生。騎兵操縦緊急解除。ダメだ。解除撤回。操縦継続。上書きしろ。恵みの住む町を壊させるか。僕たちの思い出の場所を。生命維持限界値、緊急解除処理。解除撤回。維持しろ。まだだ。よく考えてみれば、騎兵に乗った経験があるのは君の知る泉重郎だけだ。これは彼の記憶だ。戦いの中でいつも彼は誰かの名前を呼んでいたけど、分かったよ。あれは
君の名前だったんだ。君を思って戦っていた。十郎。今の僕は泉十郎じゃない。でも気持ちは同じだ。これは彼の記憶のせいかもしれない。そうだとしても今の僕にはどうでもいい。その僕は君が好きなんだ。気持ちは泉にだって負けない。ダメかな。ありがとう。でも記憶を戻そうとしてくれていた。私はどうしたら。そりゃ確かに僕は彼ほど強くないよ。それでも僕は君を守りたいんだ。ダメ、もう二度と一人で戦わせたりしない。私だって十郎を守って戦う。そうじゃなきゃダメ。それは薬師寺。こんなとこで寝ちゃってあったかいのかな。昼までいるかな。まさか。しっぽじゃないのかな。あのね、ごめんね。それで、あ、やってみるよ、尻尾。あれほど言ったのに、ひどいわ。受けられてはいないな。さてどうする。よく考えろ。このメモの数字は伝言ダイヤルのボックス番号とパスワードだ。伝言サービスの数字だったとは一体誰からのメッセージなんだ。
伝言サービスの内容を信じるならば、南夏野が俺の過去を紐解く鍵となるのは間違いないだろう。信じるならばな。しかしまずはデータユニットだ。南夏野を調査するならば個別に確認を行っても遅くはない。それよりどう彼女に接近するか。冬坂に協力してもらい、南夏野と接触する手もあるが、これ以上彼女に迷惑は。待てよ、冬坂と出会った朝、部室によると言っていた生徒も南夏野ではなかったか。明日の放課後、部室棟へ行ってみるか。冬坂はまだ正門で俺を待っていたな。だがまた物騒なことになるかもしれない。これ以上彼女を巻き込むわけには。冬坂の言う通り、黒服が校内を張っている。慎重に行動しなければ。この周辺で俺を探すつもりか。しばらく部室には近づけないな。ちょっと尋ねたいんだが、陸上部の部員はどこにいる？私たち陸上部ですが、何か用ですか？南夏野という生徒を探している。南、外周走りに行ってまだ帰ってきてないよね？そうですね。外周、ありがとう。あれは俺の荷物と言ってメッセージを持ってきたあの子だ。やはりこの学校にいたのか。どこへ行った？からかっているのか。何か企んでいるな。あの南夏野か。てめえ、なっちゃんに何しやがる？待って、ゆきちゃん。だってこのバカ、なっちゃんに銃を。二人ともやめて。分かったよ。俺を知っているな。どういうことか教える気はあるか。東雲と同じで本当に忘れてるんだな。おかげでお前がわからない、今は誰の味方なのか。お前たち、俺をこんな場所に誘い込んで何を始める気だ？目的は彼でしょ。彼？これは前に俺の映像を映した。違う。お前に渡したのはこいつじゃない。特務機構が用意した別のユニットだ。ああ家と指示されたんだよ。特務機構？黒服たちさ。お前は一体何者なんだ？ユキ、高宮ユキだ。黒服の関係者か。厳密に言えば違う。ではなぜ奴らに協力をしている？仕方がねえだろ、なっちゃんが目をつけられてる。黒服が？あの映像を俺に。なぜだ？これはあの声の言うデータユニットか。あなたにメッセージがある。メッセージ？あなたに見せてって彼に頼まれたから。なっちゃん、君がメモリを一時的に消去したのは俺のせいか？な
の件はまだ全体。俺がイダとカルでお前を騙していたこともみんな知っていたんだな、ミウラ。知らないだろうが、ミウラってのだけだった。そうか。解析が終わっていたあの記録データを見せなかったのは俺を思ってか。知らないでいいこともある。いいや、知るべきだ。俺の過去、どんな汚い男かを。このメッセージから記録をリンクしてくれ。できながら。頼むよ、ミウラ。2188年のあの記録を。それで、ターゲットは？ナノマシン研究の第一人者、森村千尋だ。入門者の元幹部だな。会社を去った後、四季島のプロジェクトに参加させていたが、中止になった後も、警告を無視して続行している。計画が我が社に与える損害は甚大だ。違うな。何？あんたが推し進めた入門者の買収には裏取引で多額の闇資金が動いた。何を根拠に？森村の宇宙計画は買収における12の看板計画の一つだが、あんたたちは資金の偽装に使った。ところが用済みになって頓挫させた森村の計画を国際機関が拾い上げる可能性が出てきた。そうなれば当然調査が入る。あんたの地位も危ういわけだ。関ヶ原、脅しているのか？まさか。俺は殺し屋だ。仕事を完璧にするため詳細な情報が欲しいだけだ。建設中の頃にセクター4に彼女の研究室がある。私も来月視察のため軌道に上がる。それまでに潜入して秘密裏に処理しろ。セクター4のセキュリティ情報と警備員の身分 ID を送った。森村千尋を消してプロジェクトを止めろ。まずはクレジットを確認してからだ。どういうことだ？森村ってあの先行だろ。未来からあいつを殺しに来たのか？しかもメガネ野郎と飯田とつるんで何をやってたんだ？俺が殺し屋？やはり森村はまさか冬坂も狙っていたのか？三浦を騙していた。命令権限の変更のことか？いや違う。ドローンで俺を見ていたのか？見つけたのは偶然だよ。君と同様に私も今は死人で通ってる。セクター2の戦闘以来ずっと姿を隠しているんだ。君のことだ。きっと無事だとは思っていた。あの2064年の戦場で誰が DD426 を使ったんだ？よく調べたな。君の騎兵が感染源だから今は君が犯人だったとされている。そのようだな。犯人が誰かはわからない。だがあの敗戦で森村千尋はイージス作戦を決めた。イージス作戦？何が変わったんだ？このありさまだぞ。セクター3は実験場として使われた。ターミナル1箇所だけだが自己防衛機能の起動に成功している。本番はセクター4だ。1980年だ。ターミナル全てを自己防衛機能で封じる。それがイージス作戦だ。そしてそうなればループ不可能となる。ループというのは時間を戻ることだろう。転移とは違うのか？この世界は生まれてまだ15年しか経ってない。君のいた2064年も2049年より以前は存在しないんだ。存在しない？だがここは2025年だろ。過去でも未来でもない。5つのセクターはそう作られた。別の世界から君たちが来た時に。適当なことを言うなよ。その別の世界とやらを証明できるのか？三浦から記録の話を聞いたはずだ。
記録。2188年の記録だよ。私もそのデータを調べていて分かった。どうやらそこが本当の世界で、我々はいずれ戻るはずだった。だがなぜか戻る時が来る前に世界は滅ぼされる。狙ったのでなく、いたずらだったとしたら恐ろしい事故だ。我々が怪獣や D と呼ぶ侵略者が全セクターの中枢を制圧した時、5つのセクターがリセットされ、世界はもう一度作り直される。もちろん君たちもだ。私と森村は時間を戻ったわけじゃない。そのリセットを飛び越えてきたんだ。顔色が悪いぞ。薬がいるんじゃないのか。その薬を森村に届けたのは君だろ。泉と東雲くんのために。君たちは回復の見込みがない。だが助かる方法はある。何？記憶が消える前の君たちを作り直された世界に連れて行ってやろう。 DD426 の作用もそれで消える。できるのか、そんなことが。それで俺に何を望む？ループだよ。イージス作戦を止め、もう一度やり直す。協力してほしい。まだ私の話を信じられないか。ああ、記録を見れば真実だとわかる。17番騎兵を見つけてほしい。彼がコピーを取ったのは分かってる。次の世界でも役立つデータだ。手に入れたい。そこにドローンがあるだろう。ドローン？これか。おっと、まだ起動させるな。それはただのドローンじゃない。彼だ。三浦。彼は騎兵がランダム転移する前、自分をそのドローンに移して脱出した。セクター2で保護したんだが、どうやら私のやり方に反対でね、協力を拒まれた。君が私から助け出したことにしたまえ。何だと？君が一芝居打って彼からデータを引き出すんだ。騙せというのか。なぜか17番騎兵の命令権限が私でなく彼になっていて、17番の追尾も起動も行えるのは彼だけだ。協力しろ。もちろん三浦も連れて行く。何より君と東雲くんのためだ。さて、学校のゲートは建物が崩れて使えない。そこの奥に新たな座標をセットした。君が使うといい。待てよ、俺はまだ。彼に悟られないよう組織に君を追わせるが、部下に事実は伏せておく。捕まるなよ。私はセクター4に戻る。いや、三浦、無事でよかった。